どうこちゃ悪魔です。今日はですね、バーサスともくんの解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょい。久々のスワップルールですね。さあ、まずはどちらからスタートするかといったところだが、その前に、まず見なきゃいけないのはこの開幕前傾相撲。前傾相撲だが、プヨ側からスタートしたんで、普通に前傾しておりまして、テトリス側からスタートした場面は、プヨ側前傾しだと、先打ちした方が有利になるんで、さあ消化して、こちら一方的に前傾取れる強い、二ダブ前傾しは強い。サープの前傾し特に強くなるんで、しかし、プヨ2と違う点が、ここで消化してしまうのはスワップ弱いんで、なぜかというと、テトリス側に持ち込まれてしまうんでね、しっかり、形を保持しつつ、に対し、相手が発火してきましたね。相手が、3取り4連ぐらい。で、しっかり危ない。ギリギリ危ないですね。これ、やっぱり相手に一方的にコンボつけられてしまうと結構耐えるの難しくなるんで、危なかったが、さあ、もっさもっさ。もっさもっさされてるが、一応全消し分があるんで、延命してコンボつけて、全消しを発火していく。ちょっと早かったかな。理想は、全消しの今の5段分を送るとこにコンボをつけたかったんだけど、もしかしたらちょっとタイミング早かったかもしれないですね。しかし、テトリスで耐えられた分、これは有利なんで、しっかり積んで積んで、連サビ緑、紫入れて赤ハッカー。さあまあこれは大丈夫でしょう。しっかり相手も延命しているが、コンボ付きのティスピンダブル、さらにテトリス、さらにテトリスと。このコンボが強いんですね。まあ相手はね、やっぱり自利品、ぷよが自利品にできたので、その間に、こちらしっかりテトリス耐えた分、火力マシマシでコンボをつけて刺していくと。まあ、前傾強いですね、やっぱりね。スワップの前傾しは、特にコンボがつけられると前傾しの火力もさらにアップするんで、めちゃくちゃ強いです。さあ、相手 DT4 に対してこちらも DT4。DT 連っぽい形かな。DT 連っぽい形だが、言うほど詰めていないので、これはそこまで脅威ではないです。テトリスを送って、テトリスさらに送って有利取れる。さあ、ティスピンダブルテトリスの形にしてるのに対して相手テトリスからのテトリスか。しかし、こちら BTB ついてる分、相手に4つ分いきましたね。4個いった。さあ、2連鎖打っていく。なぜこれ2連鎖打ったかっていうのは、テトリスのコンボをつけるためですね。先にコンボをつけといて、テトリスの火力が強い。3段強振りますから。さあ、それに対して相手2連鎖で、延命しているが、これは有利。紫ハッカーか。相手紫ハッカーに対してこちら青ハッカー。紫が引けなかった。さあ、こういう風に一方的にコンボをつけられる形になると非常に強い。下穴も、STSE の弱点のところに、来なかったんで、これはまあ押し切れましたね。相手が紫ハッカーできていたら多分、まあ同じぐらいだったかな。やっぱり引けないとね、まあ引けないのはしょうがないけど、コンボつけられるかつけられないかだけでもだいぶ違ったと思うんで、相手が単発消しさえできていれば、まだ分からなかったかもしれない。さあ、こちら最強の GTR。最強の GTR に対して相手が、弥生ではないけど、弥生っぽい形ですね。左寄り。さあ、おーっとミスったか、これ。2回2連鎖を放ってしまう。しかし、それを食らった相手。なるほど。しっかり回して、緑で単発。これコンボつけましたね。こちらもコンボつけたが、どうだ？相手が赤ハッカーでしっかり本戦確保されているので、ちょっと立ち回り難しいですね、これ。こちらも一応緑で、本戦発火できるんだけど、連鎖数で負けているので、ちょっと立ち回りが難しくなる。そこに連を組まれていく。辛いですね、これ。さあ、1回受けてから、おーっと間に合わなかった。Tミノでコンボつけなかったですね。さあ、撃たれていく。さあ、ワンチャン伸ばせればいけそうな気がするが、どうだ？赤ハッカーですね。赤ハッカーで、緑ハッカー、黄色ハッカー間に合うか。いやー、振っちゃうか。3段振ってしまいましたね。相手の9連鎖だったかな？に対し、コンボの連が強かった。コンボの連がね、2段分だったらまだ黄色ハッカーでワンチャン試合が続いてたぐらいまであったかな。しかし、フリーでしたね。相手のセカンドプラス、ちょっとテトリスの連もあるので。フリーには変わりなかったけど、ワンチャン試合が続くぐらいはありましたね。さあ、こちら新 GTR。新 GTR に対して相手が、同色の連鎖だが、この2連鎖怪しいな。だいぶ怪しい2連鎖打ちました。それに対し、ぶっ壊してきた。ぶっ壊したいよ。しかし、この対応させるのは、実はスワップ強いんですよね。なぜかというと、まあこんな感じでテトリスで耐え切られるからですね。
基本的に、まあ、最速に対し、相手に、対応を引き出すことができれば、結構有利になる場面っていうのは、スワプルルではあります。さあ、しっかり耐えていきたいところだが、エルミノの一気ミスが辛い。危ないぞ、これ。しっかり耐えられないと、不利になっていくんで。おい、さ、そらヘリー、しっかり総裁外してから、2ライン消しでコンボつけて、クイックニートリ強い。クイックニートリじゃない、クイックニダブですね。単発でもコンボついてるんで、しっかり相手のテトリス見て青発火していく。まあ、ここまで相手を埋めることができれば、本戦破壊も多分大丈夫でしょう。さあ、回して、3連鎖かな。3連鎖で、紫か。紫でコンボつけて、延命。しっかり2連鎖でコンボつけるがどうだ。コンボ付きの T、諦めたか。T スピンダブル打てたとしても、まあ、おそらくこれは差し切れているので。まあ、確実に、まあ、ほぼほぼ勝ちかけでしたね。なんでその対応を引き出すと有利かっていうと、まあ、さっきも言ったけど、テトリスがね、耐え切れられるからですね。なんでもう2ダブ、持ってたら、早めの2ダブなら、もう結構ノールックで打ってもいいような、そんな感じはあります。例えば2ダブ打って、相手に4連鎖対応を引き出せて、まあ、4連だか5連対応を引き出せて、こちら本戦に発火することができれば、25秒しかないので、スワップルールは。相手の伸ばす時間がなくなるんでね。それだけで間に合わないで、一方的に本戦発火して、相手のテトリスを、治療に持っていくっていう戦法がありますんで。まあ、結構その、強いんですよね。早めの2ダブとかは。無条件で強いっていうのはあります。スワップルールだと。もう一つ見ていきましょう。逆を言えば、対応は弱いんですよね、このゲーム。対応はかなり弱いんで、かなり本戦重視に、相手の最速にも本戦即発火みたいな、そういうスタイルが、スワップルールは安定しますね。さあ、お互いパフェ済みだったが、こちら、お互いパフェ取れなかったんで、中開けテトリスね。中開けテトリスに切り替える。さあ、相手、地形辛い。あいみの辛いですね。それに対して、こちら、ジェイミの、あいみのギリギリ間に合わなかった。ジェイミのから T スピンシングル結構、火力、連が繋がってるんで、火力高かったけど、相手のあいみのが、ギリギリ間に合わなかったですね。間に合えば、まだ試合は続いたかな。さあ、再びパフェ済み。相手も、パフェがありそうな、T スピンだったけど、パフェがなかった。さあ、テトリスから。STS2 かな。STS2 に持っていく。さあ、どういくか、これ。T スピンできれば打ちたいですね。あいみの、超えた、危ない。ギリギリ超えて、T スピンから、降り連で、どうだろう、これ。テトリスって、ジェイミノか。おーっと、ジェイミノ間に合わなかった。ジェイミノ間に合わないのは痛いですね、これ。お互いコンボつけられてないのに対し、相手コンボついたかな。コンボついたかもしれないけど、こちら2段強振っていいので、これは不利。しっかり伸ばしていきたいところだが、黄色入れて、緑で、紫発火か。青入れて紫発火。それに対して相手も紫発火。しかしこれ3列目の紫が巻き込んだの痛いですね。だいぶ連鎖、2連鎖分連鎖減ったんで、これは痛い。紫から黄色までの予定だったんですが、7連鎖止まり。しかし相手も8連鎖だったんで大丈夫。しっかり総裁外して。5分かな ?5 分ですね。状況的には5分。T スピンダウン、おっと見せてしまった。エルミノがずれた。さあ、これ辛いが、なんとかホリレンルート見つけて、S ミノ、Z ミノ、I ミノ、T ミノ、L ミノまでが繋がりますね。2連鎖打ってコンボつけるが、これはちょっと不利。さあ、こっからの立ち回りは冷静に本線を伸ばしていくでしょう。お互い冷静に本線伸ばして、相手が折り返し深いが、まあ、しっかりツモ、いい感じにツモ来て、もう結構伸ばしますね。ゴリゴリにトモくん伸ばしていく。紫赤が、いや、強い。あそこまで伸ばされると強い。こちら黄色発火で、こちらも伸ばしたが、ホリレンどこまで繋がる？ジェイミノまでか。ジェイミノまで、さあ、テトリスもコンボつけて、こちら7連鎖に対して相手でかい。11連鎖。11連鎖でしっかり、おーっと、ミスったか。今の、あいみのでテトリス打ってれば耐えられたと思うけど、ちょっとま、受けられると判断しちゃうかな。受けられると判断したか、ライン計算ミスってしまって刺さってしまう。ちょっともったいなかったですね。テトリス打ち切れてればまだ試合は続いていったが、ミスで刺さっていった。まあ、やっぱりね、愛のは良くないですね。もったいない巻き方っていうのは、非常に良くないので。さあ、こちら新 GTR で多重増し増しで、青発火。おーっと、ミスってしまった。逆置きしたか。これで本戦を打ってしまうと、7連鎖非常にちっちゃい。それに対して相手が、6、7、8、10連鎖か。10連鎖辛いですね。
インペリでコンボつけて、Z ミノを見せてしまった。まあ、本戦で3連差分負けてたから、どの道不利だったけど、インペリの T スピンダブルまで間に合わせることができれば、一応コンボ付きだから耐えられはするかな。ライン数的に耐えられは、耐えられることはできましたね。さあ、今回は、プヨスタートで、先ほど GTR、相手も先ほど GTR、冷静に本線伸ばして、どうだ、これ。紫入れて、多重地区に、紫入れて、赤ハッカー。緑入れて、赤入れて、これ青ハッカーですね。さあ、冷静に青ハッカーしていく。相手がネクストで青来てましたね。ネクストで青来てたんで、ネクストの青ハッカー。しかし、3列目の緑が飛んでいるか。3列目の緑が飛んでいるので、これは、多分大丈夫でしょう。まあ、延命してコンボつけるけども、まあ一応ね、連も組んどいて。これは先打ちの理想系ですね。かなり理想強。さあ、青ハッカーするが、まあ、コンボもね、最初ら辺についているので、ゴトリか。ゴトリではまあさすがに帰れない。緑が飛んでなければ、コンボが後の方につけることができれば一応帰りますね。ただ、こちらね、セカンドプラスコンボ連があるんで、どちらにしろこちら有利ですね。かなりの量を返すことができないと、本当にコンボ連凶悪なんで、めちゃくちゃ強いんでね、だいぶ、かといって、一概にその、先打ち連戦術が強いというわけではないので、なんとも言えないんですね。状況にもよる。後打ちは後打ちでもね、後打ちの場合ってどちらかというと、同時消しの方が強いんですよね、このゲーム。なぜかというと、やっぱりその、コンボをつける時って、時間が限られているので、1連鎖1連鎖で、コンボ、の猶予があんまりなくなってしまうんで、ちょっと説明難しいですけどね。同時消しで一気に一つの連鎖でコンボがブワーンってつけた方が強いんでね。そこら辺の判断は結構難しい。さあ、これ青ハッカーだ。青来るか。青空来た。緑で単発消しといて。さあ、この単発の降る時間がでかい。しかし相手も緊急ハッカーがあったか。緊急ハッカーの青ハッカー。しかしこのコンボ連が強いですね。8連10コンボ、11連12連、12連目のテトリス、火力が高い。相手の連鎖も結構あったけども、まあ、延命したとしても、火力が間に合わないですね。やっぱりコンボ連強いなやっぱコンボ連は本当にめちゃくちゃ強い。先打ち連戦術は俺はまあ一番強いと思ってるけども、まあ、仮にめちゃくちゃでかい連鎖で、後ろの方にコンボつけて、なおかつそれが同時消しだと、後打ちの方が強い施設は実はあるんですよね。なんで後打ちは同時消しがいいかと言って、やっぱりその、コンボのつく時間ですね。後ろの方の連鎖につける場合って、5連鎖までしか、連鎖のコンボつかないんだけど、同時消しの場合って、1連鎖分だけど、同時消しで火力は相当高いんで、だから、例えば、8連鎖のコンボ、9連鎖のコンボ、10連鎖のコンボ、11連鎖のコンボっていう、1連鎖1連鎖のコンボよりは、もう8ダブ、9ダブ、10取りみたいな、ぐらいのコンボの方が、一つの火力がめちゃくちゃ増加されるので、強いということなんですよね。まぁ、ちょっと説明難しいな。後打ちの場合は同時消しがとにかく強いということです。なんで、後打ちするときは、同時消しのときかな、基本的には。連鎖だと相手に時間も与えちゃうしね。なおかつ、コンボをつけるタイミングも難しくなってしまうんで、先打ち連戦術にはちょっと不利になっちゃうかな。まあ、基本的に先打ちで大丈夫ですね。打てるときは先打ちで、まあ、打てなかった場面は後打ちって感じですね。コンボをつけるタイミングもしっかり、落下時間を稼ぎながら、連鎖の後の方につけるのが理想と。いうことですね。はい、ではこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。